猫町機構は、1982年2月に、三和社より発表された、杖吉春の随筆。31ページからなる豆本として発売された。野田知里宿県目宿、猫町機構を発表した12から13年前に、杖は、友人の立石慎太郎と立石の車で、犬目宿を目指し、途中で道に迷う。きっかけは、立石が杖に、 山梨県の大月までのドライブを誘ったことに始まる。大月までの間には犬目宿があり、宿場町に興味が深い杖が立石に犬目宿に立ち寄ることを提案した。犬目宿は現在の甲州街道を上野原で分かれ、さらに旧道を1 0トルほど進んだ先の山中にある宿場である。二人は上野原で名物の酒まんじゅうを買い、旧道を走り、 鶴川を通過し、野田尻宿を目指した。中央道の建設で跡形もなくなった松尾場蕉の古池や川津飛び込む水の音の古池の石碑と野田尻宿を見たいと考えたからである。しかし、それらしい集落を見つけられずに先へ進んだ。野田尻から犬名へは約4キロメートル足らずの距離だが、二股道を左手に取り、 鬱蒼とした樹木と雑草の道を迷ったのではないかと、危惧しながら登り切ると、高台の頂上に出た。頂上にはすぐに交差する道があり、その道を横切るとまたすぐに下り坂になっていたが、横切る一瞬にその道の左右を見て、そこが犬目宿ではないかと、次は直感した。それは5から6メートルの道幅を挟んで、宿場町らしい家々が立ち並んでいたためである。 ちょうど落日寸前で、辺りは一面薄紫色に包まれ、街灯がぼーっとほのじろくとっていた。幾分湿めり気を帯びた道は清潔に掃除され、日中の日差しのぬくもりすら残っているように見えた。夕下前特有ののどかな雰囲気を宿し、子供や老人が道で遊んでいた。そこには、浴衣姿で縄跳びをする少女や、 石蹴りをする少年のズボンには母親のぬくもりを感じさせるような大きな次が当たっており、縁台でくつろぐ老人の姿とともに、次に下町の賑やかな路地裏にいるに似た感情を模様させた。近年の多くの宿場が時代から取り残されたようにひっそり静まり返っているのに反し、そこには健康で清潔で質素に人々は生き生きしながら営みを行っている。 暗いトンネルのような樹林を抜け出てきた告げの目に、それはことさら別世界か、人里離れた隠れ里に迷い込んだような印象を与えた。しかし、一瞬に通り過ぎたために、そこが果たして犬目宿であったのか否かを確認はできなかった。告げは引き戻したい衝動に駆られたが、宿場には興味がない立尺が先を急ぐように運転をするため、気兼ねをし言い出せなかった。 車は坂道を降り、いつしか中央道をまたぐ立橋上に出ていた。日が暮れたため、大月へ行くのも取りやめ、二人はそのまま木戸に着いた。木戸の車の中で、次義春は先ほどと似たような体験をしたことがあると感じていたが、それは犬目という地名から、犬から猫と連想し、萩原作太郎の猫蝶を読んだ時の内的体験だったと気づいた。作品は、 物思いにふけりながら散歩をする癖のある詩人が道に迷い、白チュームとも幻想ともつかない猫の街に迷い込んでしまうという話で、告げは自分自身の体験がこの猫帳に似ていると感じていた。十七から十八歳の頃告げは作品を読み、強く影響され、道に迷うことへの羨望を持っていた。告げ自身は方向感覚に優れていたため、道に 迷い猫町の気分を味わうことが、これまでできなかったものが、思いがけず実現したのだった。さらには、偶然、猫町を発見したことで、それまでに旅行をしても、物足りなさを感じていたものが何であるかを了解した。それは、結局は、当時場でなくても宿場でなくてもよく、下町の路地裏でもどこでもよかったのである。その後、5から6年は一人で裁縫するつもりが、 機会に恵まれず、いつしか犬目宿のことは忘れかけていたとき、再び、立石が、告げ吉春の前に現れた。気象が、昼頃と遅い告げは、日帰りの行動範囲は、八王子を中心にその周辺に限られていた。その日は、八王子まで出て酒まんじゅうが食べたくなり、上野原へ赴き、さらに、犬目宿に、立石を誘った。しかし、再び道に迷い、見慣れない。 小学校の前に出てしまい、向かいの雑貨屋で買い物ついでに道を尋ねると、店の背後のそそり立つ崖の上が犬目であることを教えられ驚愕する。いきなり頭上であると指摘されたため今日疲れる思いがしたという。外貨と崖の上は行き来すらできず、犬目宿は桃源郷であるかのような孤立した存在のように告げには思えた。しかも、 女天使は昭和45年の大火で大半を消失したと続けた。最初の訪問の翌年であった。やっぱり猫城だな。いつかちらりと垣間見せてくれただけでもう二度とお目にかかれないとは、つげは呆然とした。焼け跡だけでも見るつもりで、二人は車で向かったが、数キロメートルのはずが子一時間ほどかかってしまう。しかし、道はいつしか、 崖上に一旦は上がったものの、車の向きは元来た方向へ戻るように走り始めていた。しばらく探したが、結局犬目宿にはたどり着けないうちに二人は帰路に着いた。やっぱり幻想になってしまったかから次にはその方が猫町にはふさわしいように思えたが、心残りにもなった。ただし、犬目宿と猫町が同一かどうかの確証すらないままとなった。 10代後半の告げが作太郎の猫蝶を最初に読んだのは探偵小説雑誌の宝石史上であったため、作太郎は探偵小説家だと思い込んでいた。宝石は当時江戸川乱歩が編集を行っており、宝石がきっかけで告げ義春は文学を知る。当時史上で告げは谷崎潤一郎の小さな王国佐藤春夫のお母さん。 葉山義樹のセメント村の中の手紙などに接した。作太郎が詩人であることはその後に知り、青猫、ガツに吠えるの文庫本を入手したが失望する。当時の次義春には、詩は理解できなかった。猫町機構を書く2年ほど前に、猫町を読み直す機会があり、またある出版社から、猫町の感想を求められ原本のコピーを読んでいる。 しかし、私生活が猫町どころではなく、感想は何も思い浮かばなかったため、依頼を断ったものの、いずれ漫画家文章にするつもりでいた。二度も道に迷ったのは、崖上を重走する弓道の存在に気づかずに、外科ばかりを徘徊していたからだと告げが気づいたのは、ずっと後になってからであった。弓道は、上野原から一旦下り、鶴川の河原へ出て、そこから、崖上に野田知里宿、 犬目宿と続いていることに気づかなかったのである。犬目宿という変わった地名は古く犬目峰によるもので極めて高いところにある犬の目のように遠望できるというところから来ており、暴走の海まで見えることもあったという。その後、告げは犬目宿の先の猿橋あたりや大月、さらにその先の笹子峠の頂上へも赴いている。 1976年から1977年当時、高野晋三は、杖の自宅で旅行団に明け暮れていたが、ある時偶然に、甲州街道が話題に上る。上野原の町の一時代前の雰囲気の魅力とともに、杖吉春の口から出たのは犬目宿のことであった。立尺の車で道に迷った、さえの話題であった。鳥沢塾へ行った記憶は確実にあるのだが、 犬目や野田尻に関しては曖昧であった。高野は、杖とのこの会話から間もなく、甲州街道の倒査を決意する。1970年代のこの当時、観光コースから外れた旧甲州街道は、旧街道、旧宿場の雰囲気をよく残していた。その後、年に3から4回は通い、杖に倒査報告をした。1989年間の山の木には、杖のエッセイ。 秋山村逃亡記が書き下ろされるが、その直前に、高野は、上野原を、発放し、同時に、鶴川塾から野田尻宿までをたどり、野田尻宿のまっすぐに走る、旧街道を挟んでの木を並べる、木造民家群に感動する。さらに高野は、野田尻宿の真ん中に立ち、告げが、猫町機構で描写した、宿場とは犬目宿ではなく、ここに違いないと直感する。 高野は偶然に1960年代の甲州街道を記録した書物の一冊として、海事の旅というガイドブックを持っていたが、山の紹介が、主のその書物の中に、旧甲州街道の情景にも言及した箇所があり、猫町機構の独語に、改めて本書を取り出してみると、犬目やドアとの写真が紹介されているのを見つける。 猫町気候の中の犬目宿の描写に、どこかでその風景に出会ったことがあると思い出したからに、他ならなかった。高野は明らかに、猫町気候に描写された情景を野田知ア宿のものだと、推察したが、猫町気候の中の、急に目の前にした光景を見て、ことさら別世界に、人里は慣れた、瓶里に迷い込んだように思えたのだったという記述に、強く惹かれる。 野田尻から徒歩で20の30分街道を、精神すると旧道は人一人が、やっと通れるほどの細道となり、南側が目も眩むほどの断崖絶壁の、座頭転橋と呼ばれる難所がある。そこを過ぎると寂しい村落、神殿があり、犬目宿になる。しかし、犬目宿は1970年の大火で、町ごと焼き尽くされ、その際には、 八王子からも真っ赤な夜空が見えたほどであった。従って、猫町気候で描写されたような情景はもともと存在しなかったことが判明する。高野は、告げが見た情景は犬目ではなく野田尻であったと確信する。開示の旅には、退化前の犬目宿の様子が写真で記録されているが、舗装される以前の雨降り後の街道は泥ンコで、宿内の両側には、 街道時代のままの民家が並んではいるが、びれた感じが強く、下町の路地裏のような賑やかさからはほど遠く、赤稜感だけが漂っていた。高野が最初に訪問したのは2月であったが、夕下前のひと時といったのどかさもなく、ひたすらわびしい気配だけがあった。その後、高野は犬目宿を4度訪問している。 つげよしはる漫画術 ISBN49 億4873万 5183ISBN978 から49億4873万 5187ISBN4 から 948735191ISBN978 から4から 948735194ABC つげよしはる 貧困旅行期1991年9月30日、ABC、猫町気候1982年2月、AB 高野心臓、告げ吉春を旅するより、猫町気候と宿場と、ありがとうございます。